ここのお店は最近できたんですか？あ、そうですね。あの3ヶ月前。はい、3ヶ月前か。へえ。なるほど。結構儲かってますか？まだ。そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、あります。はい、まあそんな感じで僕ら買い物してきたんですけど、どうですかジュース？美味しいですか？そうですね。まあさっぱりとしていて、さすが南国のココナッツミルクだなと思いました。ありがとうございます。いやそう、なんかレシートとかはなんかめっちゃねベトナム語で全然読めないんですけど、まあなんか適当に商品買ってきました。で、なんか本当は僕ら、Google のね、口コミに、ランチが食べれるって書いてあったんで、まあお昼ご飯を食べるつもりで行ったんですけど、どうやらそれ嘘らしくて、なんか、そう、岩間のファンが情報操作のために、いたずらでランチ食べれました、みたいな書き込みをしてるだけだったらしくて、まあちょっと捏造された情報をね、鵜呑みにしてしまって、まあ騙されちゃったんですけど、まあでも生の、岩間邸見れてよかったですね。そうですね。はい。じゃ最後に一言感想お願いします。まあ外観からするとかなり、まあ、荒れてるんですが、はい。まあかなり、まあ、赤いスプレーなどの落書きなどもあって、はい。はい、当時の凸の激しさを感じることができました。はいはい、あもう宇宙兄弟のあの工房とかもねちょっともうなんかフラッシュバックしてきましたね。そうですね。まあそんな感じで皆さんもぜひ行ってみてください。それじゃあ、さよなら。